はい、BMW の Z4 を急遽借りることができました。なので今から乗っていきたいと思いますけども、ここあんまり大声で言えないですけど、撮影あんまり芳しくないとこなので、ちょっと小声でやっております。本当はマイク使ってもうちょっと小声でやりたいですけど、マイク絶対使わない生音を伝えたいということで、僕それこだわりでやってますので、ちょっとマイク使わずでいきますよ。はい、 Z4 になります。トヨタのスープラと心臓部、中身ベースが一緒という意味でも話題を集めていた車です。いやー、やっぱこれいいですよ、フォロー。僕ホロ大好きです。こういうやっぱ軽いんですよね。車の動きがどんどんシャープにもなります。ハードトップはやっぱ閉めた時にクーペスタイルで、静かさとかもちろんいいんですけど、先代の Z4 もでもやっぱりちょっと重たさというのが気になったりもしましたけれども、タイヤはサイズは275/35/19、お激しいですね。フロントは255/35/19、19インチ。そしてさあ、なんか本当泥棒の絵みたいだなこれ。僕の今手荷物入ってますけど、でゴルフの今簡易的なバッグが斜めに入ってますけど、この分はいけますね、ドライバー入れても。でもフルバッグはさすがにちょっとドライバー抜いたりしないと入らなそうですね。で今までと違うのは、フォローをしまうバホッとした収納部分があって、しまわない時には畳んどいて、しまった時にはバホッと出てくるっていうのがついてたんですけど、今全くないですね。もう今この薄さの中にあのフォローは全部しまわれます、綺麗に。はい、室内は基本3シリーズ等と同様ですね。はい、おこれいいじゃないですか。ここに荷物が少しだけ置けますね。はい、でスピーカーとかついてて、ここは、はい、トランクスルーですね。トランクスルーですけど、なんかうまくしたらここ小物入れとかシークレットボックスにもなりそうですね。はい、でウィンドリフレクターが最初からついていて、はい、これついてると結構高速道路でも全然風の巻き込みがもうないぐらいですので、この辺りも3シリーズと同様のデザインですね。で非接触型の充電器があって、でここにオープンクローズがここですね。すごい音ですね。じゃあ開けますよ。はい、窓が閉まって僕の手がすごい速いですね。今8秒ぐらいですよ実際。いいですね、このリアの何ですか、この効きそうですね、このカール。ダウンフォースというか空力処理、ダウンフォースまで得ないかもしれないですけど、車が浮こうとする浮力は抑えられそうですね。なんかこのシャープじゃないですか。へえ、ちょっと音も聞きますか。8シリーズの時みたいにボン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 は言わないですね。ボンボンっていうのはそのバラバラ音はしないですね。今スポーツプラスでもやってみたんですけど、バラ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 言わずに結構上品なのぶとい感じの音でいいんじゃないでしょうか。僕個人的には好きな音ですね。直列6気筒になります。じゃあもうこのまま早速試乗行ってしまいましょうか。さあでは行きます。
結構シートはタイトですね。ちょっと最初喋ったりするので締めていきましょうか。時速50キロまでであれば走りながらでも開け閉めができるそうです。おお、いいです。早いですね。はい、あー、ちょっとなんかすごいですよこの車。機敏です。3シリーズのハンドリングを素直とするなら Z4 のハンドリングはちょっと過敏に感じる方いらっしゃるかもしれないですね。完全スポーティーな方向というのかな。おー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 、すんげートルク。それは当然だ。何ニュートンあるんですか。これ実はまだ発表前なんですよ。なので今登録されてきて届いたばかりだそうです。フォローにした効果ありますよ。うん、街中で僕スープラ乗ったことないですけど、スープラに初めて乗った時とその重さ感軽さ感っていうのかな、なんかちょっと違いますね。30キロ、20キロ、もっと軽いのかな。でも軽快、こちらの方がなんか軽快感ありますね。これもボイスコントロールがついてるんですかね。名前を変える。BMW Z4。 パーソナル起動コマンドを登録しましたが、正しく認識されるための条件を満たしている必要があります、はい、複数の音節を含む普通の会話では使用されないものにしてください。おおおお、早いし機敏だしトルクすごいし、いや足しなやかですけど、まだ新車なのでこなれてないはずですけど、思いのほかしなやかですよ。うん、軽いのにこんなしなやかいいんでしょうか。3シリーズよりも結構しなやかに動いてる感じさえ受けますね。やっぱりセダンとかになると荷物も積んで人も乗せて、要はフル積載状態の重量がとても重たくて、でそれにも許容するための足回りセッティングを出さないといけないじゃないですか。でこういうツーシーターの本当に一番いいところは、フル積載って言っても人2人しか乗らず荷物もちょっとしか積まないので、それ前提で足回りも全部作ればいいだけなので、実は一人乗りしてる時に対してデメリットがそうそうないんですよね。そういう違いをちょっと感じますよ。なので足回りがすっごいよく動く。へえ、やっぱ二人乗りのメリットってこういったところにあるんですね。いやー、ちょっと気持ちいい動きをするんですけど、今日はこれ今から編集部にちょっと車を届けるだけの時間しか乗れないんですよ実は。で撮影させてもらってるので高速道路行けません、すいません。もうほんとたった20分で分かる範囲のもうことしか述べられないですけれども、マイルドスポーツ、マイルドスポーツって言い方おかしいな、質の高いスポーツ性能を持ってます。フロント周りの、まあ、トラスを組んだりしての接合合成とかも全部含めて、今このオープン形式にしていてもかなり高い剛性を確保できるので、そう考えると十分ハンドリング出てますし、これ高速道路を追い込んでみないと分かんないですけども、サーキットをガンガン攻めた時の最後のコントロール性はスープラかもしれないですけど、ワインディングを気持ちよく走るっていうレベルだとこのぐらいのボディ剛性のいなし方の方がグリップレベル安定しそうですけどね、跳ねることもなさそうですし、ボディがしなやかに逃げて寄らしてくれそうですね、逃がしてくれそうですね力を。いや時間がないから焦ってるな僕、コメントが。静粛性は今これそこまで声荒げてないというか、いつもの感じと一緒です。これ3シリーズとかのセダンとかで投げかけてる感じと一緒ですので、思いのほかここ静粛性でいうと悪くないと思います。会話、助手席の人との会話はもう距離が近いですし、やっぱ密室空間として空間は狭いので、そういった意味では声も届きやすいと思いますね。
トルクの出方、もう車の重量に対して完全にもうエンジンオーバースペックです。余裕のよっちゃん、よっちゃんじゃないよ、余裕なんですよ。素の排気量がこれ3リッターあって、そっからターボなので、要は3リッター直六で十分走るわけじゃないですか、この重量。それに対してターボが加わってくるので、要はターボラグとかも関係ないですよね。ターボラグなくたって3リッターの自力で走れちゃうんですもん。街中すごい快適ですよ今。結構あの段差としては高さのあるつなぎ目、段差、路面のつなぎ目を走ったんですけど、そこでも角がないですね。本当乗り心地においては角が取れてる感じでとてもいいと思います。あともう5分ぐらいで着いちゃうよ。返さないといけない。おお、あーパラパラ言い出したぞ。マニュアルシフトにしたらパラパラ言い出したぞ。今何速、今何速に入ってんのかがこれ分かんない。珍しいな、 BMW にしたらこういう。うわーすっげー、電気自動車みたいな、僕が乗ってるテスラみたいな瞬間移動加速ですよ、このレスポンス。車と車の隙間があって、そこに入りたいと思ったらサッて入れるような、そういう速度コントロールのしやすさがありますね。今回から確かここ首元、あれついてないや、あこれは8シリーズのかぶりだ。首元のウォーマーがついていたの、はい、勘違いしました。 Z4 はついておりません。やばいっちゃ。でもその暴力的に速いって感じじゃないんですよね。それがいいとこです。加速した時にエンジンが荒々しくうなる感じが全くないんですよ。で逆にものすごい細かい粒が揃った状態でふわっふわってなんかね浮き上がる感じでめっちゃ気持ちいいですね。それで音が良くてトラクションも良くて加速力刺激的でいいじゃないですか。このレベル感いいですね。そう、ほんと速すぎないんですよ。踏み切れる速さですね。これさっきゆっくり走ってる時にはシャーシ性能を完全エンジンが超えてると思いきや、今こういう風に、走ってみると逆にバランスいいですね。この加速力とシャーシのこのしなり具合が、ちょっとこのまま編集部にもう渡してしまいますけれども、明日これでなんかサーキット行くとか行かないとか、新車でサーキットすぐ行っちゃうの。あ、新車の匂い、ちょっと焼ける匂い。というわけでまた、必ずこの Z4 は借りて、動画撮りますので、また、詳しくはそこでお伝えしたいと思います。まずはもうインプレッション、ショートインプレッションでした。はい、すいません物足りず。じゃあチャンネル登録よろしくお願いいたします。